日本千葉県成田市十四三十四三は千葉県成田市の大技。郵便番号は286-0101。東関東自動車道と成田空港 B 滑走路の交差部成田市の中央よりやや東部に位置し、沿山地区に所属する。周辺の野毛平、小泉、大室、吉岡、永田、天神本、堀の内、永田と隣接する。 東西に東関東自動車道が通っているが、遠く域にインターチェンジはない。南東の区域が新東京国際空港の敷地の一部となり、ビーカス走路の滑走道端や誘導路などの施設が置かれている。荒海側の上流域に多くの遺跡が存在し、成田国際空港内遺跡群と総称されている。中でも稲荷峰遺跡の約1万3千年前の 最赤人石器群は本州最大規模を誇る。江戸幕府が設置した馬巻の一部であったが、1869年に政府が職を失った武士のための士族受産と食料を増産のための緊急開墾を東京府に命じたことにより開墾された13の入植地のうちの一つで13番目の入植地。この地を受け持った開根会社の社員は中澤源吉と 尾野善介であった。1871年8月から開墾が開始され、翌年11月に十四三村として独立した。1929年から1年間、全国の民組合委員らによる古作葬儀が起きた。成田市編入前は、下羽生郡演山村に属していた。成田市立東小学校もあったが、2014年3月をもって閉校した。 2017年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。十四三市の目のめの岡成田演山郵便局十四三パークゴルフ場薬草園バス停。ありがとうございます。